うわ、5時15分や。お前ら酒持って視聴。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、始まった。青年ジャンプやで。今日は見ての通り俺しかいねえから、はい、文句あるやつみんなよ、俺は俺でやるからな。いいよ、はい、グイ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 よし来い。はぁルカもええで。はい、皆さん、あ、テギラスルカおい、ええで、もう来い。何が来い、ルカ。え、おい、偉そうだな、お前。おい、今頃ホスト来い。うぜえよお前。今頃ホスト来い。どうもどうも、こんにちは。わあ、トの服が透けてる。何これ。あ、そっか、色か。あ、そういうこと。俺のシャツ羽織る。いや、大丈夫大丈夫、なんかすごい。あ、治った。おお、すごい、さすがスタッフ最優秀。今日はとりあえず、うん、みんなに重大発表言います。お、重大発表言います。なんだなんだなんだ。見ての通りせっちゃんはクビです。マジか。あ、本当は、はい、あんまり言いたくなかったですけど、クビっていう言い方は。ただせっちゃんクビです。まあでも理由があるよな、多分クビにも。どんな理由なの。まあちょっとあんまり言いたくないですけど、まあ、まあでも言わないとさ、やっぱ見てる人たち申し訳ないから。まあ色ぼけしてたっすね、彼。完全に。なるほどな。ポンタによくするからさ。ポンタに、ポンタによくするからな、はい、ポンタに色ぼけしてて、もう本当に、はい。まあ、はい、クビじゃねえよ、バーカ。声でけえな、今日。ちょっと上がってるでしょ。ちょっと、そうそうそう、はい、正直。じゃだから、もう一杯飲んだよ。テキーラね、今日言うのはいっぱい飲むっつったから。これは、まあ、バセキオ。お客さんのご好意でもらったテキーラを、お前、それで無駄にするんだな。はい、スタッフじゃないしね、まずね。スタッフさんが入れたからね。スタッフさんだから。あ、そうなんだ。スタッフさんがどうぞって言って、ありがとう。営業持たないじゃん、お前。営業持たないじゃん。営業持つよ。で、さっきから僕思ったんですよ。うん、どうした。トモさん初出演だよ、ね、初初出演。いや、初じゃないよ。あ、前に出てるんだよね。びっくりしたー。翼さんやってた時には。ただ、俺らがメインになってからは初だね。だって、今日初めてかと思ってもうトモって来てるんで。何、言い方もったいない。トモちょっとお前変えたな、今、2回目。もっと可愛く言ってじゃん。だからちょっとびっくりしちゃって。何が。まあ、とりあえず2人とも飲めよ。先輩、うん、先輩じゃ、あなたはテキーラもんね。っていうのは、飲まなきゃやっぱダメだっていう話だなってたから、俺と友で飲まそうって話になってるの。ね、人生の大先輩だからね。そうそうそう、意味わかんないですね、僕19歳で。31歳だから面白くなくないし。もう僕テンションでいこうかなと思ってます。おっしゃ、テンションでいこう。やったー。はい、じゃあ、トークテーマが言うのは構成できるのかって書いてあるから、まずは行こう。じゃあみんな乾杯しようとりあえず。はい、テキーラね、乾杯。もうこれ飲んだらもうスイッチ入るからな。俺思うんだけど、前この前じゃん、このね、番組始まる前から飲んでた方がおもろいじゃないかなって思って。次からそうしようよ。え、だから、え、もうこれが始まる前からテキーラを飲んどく。今日でももしかしたらちょっと異性とちょっとあるかもしれないんで、あんま飲みすぎちゃって。ないでしょ、お前。はい、ね、あるかもしれないんで、異性と、はい、なんでこの電話、どういうこと。ちょっとあるかもしれないんで、異性と。なるほどね、異性と。はい、もうそれいいの、そんなんで。え、何絶対ないじゃん、いんの。いや、いますし。僕ほんと最近どっち好きなの、男と女。え、ま、両方。それはまさかいるわ。いけるもんね、ごめんな。確かに俺が間違ってた。一丁目あたり歩けばまさかいるわ、確かに。ターゲットがね。ほんとね。それは貫くのか。ルカ飲んでって言ってるからね。珍しい、俺飲んでるからね。まあね、あ、ルカさん違うっすね。
テキーラ、じゃあいただきます。ルカルカナフィーバー、右から左へ酒を飲む。ルカルカナフィーバー、右から左へ酒を飲む。イエーイ。カルカナフィーバー、鎌倉が生んだ、飲んだくれ。なんで今仲いい感じに煽った。お、いいよ。はは、なになに。いや、腹筋見せてって書いてあった。腹筋、ほんとだ。トムだよ。いや、違うか。お前、反応早いし。違うか、違うか、違うか。今日ギャランドゥ汚くねえし、汚くねえし、ちゃんとギャランドゥ剃ってるわ。反応の速さがね、すごいね、そのレスポンスのね。そう、なのにお客様に対してのレスポンスはね、低いっていう。いいやな。いや、人形こんなんするとレスポンス2とかやん。どういうことやん。反応が悪すぎて。どういうことやん。そう、僕今、ジム行って頑張ってるから。エラ、エラ見せて。はぁ、エラそうにすんなよ。おぉ、エラだけに。もう部屋目崩れるんでダメです。いやいや、すぐ治るじゃん、そんな。鍛えてるよ。でもすごいな、エラ綺麗に隠れてんな。あ、ありがとうね。でもフランスパンみたいな顔になってるよね、細すぎて。わかる、これだけ。これがもし、なかったとしたらだよ。え、片桐さんは。え、片桐さん。え、どういうこと。どういうことってなんだよ。何、酔っ払ってんの。でも俺に1杯飲ましたってことはもう1杯飲んで。もうルカさんもう、じゃあこれラストだ。ちょっといいっすか、ちょっといいっすか。何、ちょっといいっすか。お、なんだなんだ。あんま言いたくないけど。前だから。はい。食べ過ぎ、飲み過ぎ。だから飲み過ぎたらそれ飲めばいいじゃん。あ、じゃあ平気ってことでしょ。しそれも飲んでるってことは平気ってことだ。本当に僕思うのが、本当に毎回思うのが、なんやねんこれさ。じゃあ理由があって言うのが、飲んだらおもろいってやっぱリスナーさんが言ってるの。営業中もニコ生こういうプライベートの時間もなんで飲まされなあかんのよ。で、飲んだ方がお前人気が出るかなって俺さ必死にお前のこと考えてやってんのに、ここで単価上がってどうすんだよ。俺のことを落とすんだよね。あ、色のために全て思ってやってるのに。営業中は一番飲まないからね。いや、飲んでるし。今フランスパンの真似してやって。フランスパンの真似してってどういうことやねん。俺人間だから食べ物の真似で。見てみたって顔の面積見て。どういうことやねん。ほら、エラ隠しすぎて。フランスパンエラ隠してねえし、もううつうつ行くし。もう君はさ、何ですか。片エラ。もう片エラじゃない。どういうことやねん。挨拶して。おはようじゃない、もういいよ。おはようのってやって。とりあえずもう早くやってるっつって、こうやってやってるって。こんな感じで。貼ってる貼ってる貼ってるって言って、貼ってるよ。貼ってんか。挨拶してまず。そうだよ。え、何の挨拶ですか。もう挨拶ここでパリピーってやって。パリピーはもう、パリピーやってよ。パリピーじゃないよ、もう。とりあえず、もう本当に35歳じゃねえよ、バカ。よく知ってるな。本当の年知ってるよ。誰、あれじゃない。いやいや、35歳じゃない、これ、本当に。はいはい。初めは呼ばないよ、別番組だから。すごいな、35か。はい、腹筋見せてってすごいけど、ね、すごいね。どうなん、結構いいの。いいね。ドゥン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 。おお、いいよ。かわいいね、赤ちゃんみたいなお腹してる。千と千尋の神隠しみたいで。今と入るのエラ隠し。どういうこと。うまいこと。いや、でもハイリさんは隠してないからガンガン出してる、やっぱり。じゃでも、うん、ね、あの人もさ、昔多分隠してたじゃん、隠してるって言われて。でも今胸張ってるからエラ張ってない。そういうことや、うまくまとめたね。僕ガチでユノのことを電話帳に片桐入りって登録してるから。本当に。いやいやいや、そこもあるし。着信あった時にびっくりする。みんな僕のことは、でもあれですよ、王子様って言って登録してますからね、女の子はみんな。なのに、なんかこういういじり方どうなんだろうって。女の子いない。このテレビ番組じゃねえや、このニコ生見てる人はみんな王子って思ってるっすよね。ユノ可愛いやつ。王子がフランスパンの真似してくれるの、それ見たいね。手振りがあるって言ってる。はい、どこにですか。いや、書いてないね。いいな、可愛いって言われてるじゃん。でも本当だよ。まあ、そうでしょう。どう見てもそうでしょう、ね、どう見ても可愛いでしょ。はい。久々にハイリーの写真出そうかって。いや、確かにね。あのじゃあたまに、じゃあ今だってハイリーのね、あの時のやっぱ写真とかも、ハイリーさん知らない方もいるかもしれない。確かに見てるよ。いやいやいや、もうなんか一回、まあ、ユノにね、ハイリーがかぶさったらめっちゃおもろいなって。そうだね。僕ら普通にしてて、なんかユノだけハイリーだったらね、これめっちゃおもろい。おい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 な。おい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 。お母さん。いや、母親や。おい、お母さん。やめろやめろ。似てるな。やめろやめろ。部屋目失敗したらこれすればよかったけど。イノじゃんじゃねえよ。どう見ても違うでしょ。いや、違う。いや、イノやで、長いね、今日は。長いね。びっくりするよ。イノの顔だけにこう、バンってやりたいね。確かにね。
で、動くバットに追ってくるのね、入るか。すごいな、それ。すごいな。ほぼ言うの。ほぼ言うのってどういうことやねん。ほぼそういうことや。いや、違うし。なんかもう、このさ、感じ、なんなんだろうと思いますよ。じゃあ、まあね、うん、それを打破するというか。まあまあ、だって可愛いとか、ユノ君安定してるねとか散々言われてるのに、なんかもう本当飲まやすし。いや、ユノ可愛いってコメントしてあげてって僕のお客さん頼んでるんで、すいませんけど、それは僕のお客さんだと思います。あ、マジか、ね。またね。その笑顔、お前は。またね。飲もうぜ。飲め飲め。まあ、テキーラがさ、ちょっとあれしてるだよね。でも、もう本当に思うんですよ、これ、うん、あれっすからね、スポドリっすからね。いや、余計酔うよ。スポドリ飲んで、うん、余計酔うよ。これ飲んだら、うん、どうなっちゃうの。いや、早めに飲んでほしいわけよ、俺としては。やっぱ放送時間も限りあるし、それまでにこれが入ったら、どんな人飲み飲むんだったら、今飲んどいた方がいいじゃん、トーク。仕事これかい、飲む。そうだよ、お前、今の仕事はそうだよ、お前。ただ、でも、いいね、今、飲みますけど、ただ、視聴者が、はい、欲してないんすよ、全然。もう勝手に、ルカさん、勝手ななんかもう、ね、なんか意味わかんない感じになってるんで、これ飲めようって言って、もうなんか視聴者がグイグイとか言ったら僕もの気持ちよく飲めるけど。なるほど、視聴者の方がグイグイって誰かが言ったら言うのもグイグイって飲めると。そうね、なるほど、なるほど。ユノ構成聞くし、グイ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 すごいな。ありがとうございます。ありがとう。はい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 、それ行こう。おいおいおい、俺そんなに弱してどうするつもりねん。3人でグイグイ。3人飲み物違うしね。ああ、ユノは薬用のお知らせらしい。そんなんあった、うん、悲しすぎでしょ。ルカグイって来てるんで。いや、もう飲んだよ俺は。オッケーオッケー、素敵な。ありがとう。今日も面白いぞって当たり前だろ。いつも面白いわ。新企画ね、なんだろう ね、ユノは構成無理ってことは分かったから、うん、ちょっと違う企画考えようか。構成まず必要ないと思うんすよ。いや、もうその時点でもう構成できないじゃん、お前は。そういう頭になっちゃってるし。考えていいかな。何がいいと思う。なんだろう、なんか、ああ、ああ、ああ、ユノのお悩み相談室とかどうすか。僕は相談乗るみたいな。ああ、一回やってみる、ね、これが面白かったら次からやる、はい、じゃあ今なんかね、うん、このね、フランスパンユノにね、うん、フランスパンユノってちょっと、そう悩みで悩みをね、あの、聞いてほしい人は何でも何でもパパッと言っていただければ、うん、僕すごいやっぱ長く言ってるんで、ね、ああ、なるほどね、やっぱり、まあ、あのね、ちゃんとした回答がね、それはまとめ出られると思う。トモくん入って若返ったのってどういうことやねん。どうだろうね、年相応に見られないけど。あ、来た来た来た。アル中なんですが、どうしたらいいんですか、はい、すごいね、アル中。あ、はいはいはい、うん、はい、どうぞ。うん、あなたがアル中のおかげで担当は助かってます、以上。すいません、どうしていいか分からないんですけど、どうすればいいですか。 CM 中じゃないですよ。いやいや、そうかなって。何求めたの。逆に今俺が悩み事できたわ。ユノちゃん、ユノに対してどうやってやればいいですかって。はい、働くのしんどいやけど。え、働くのしんどいやけど。ああ、確かにね。それどうなん、どうやってそれを、じゃあユノどうすんの、働くのしんどいと。で、おなんか言われたら、そう、どうする、なんて答える。異性にですか。そうだよ、なんで異性に働くのしんどいって言われたら、うん、じゃあうち住めばって言いますね。おー、かっこいいね。うち住んでもうね、絶対入れてくんないじゃん、家に。どうせ。いやいや、それもう従業員は嫌でしょ。なんでだよ、こいつマジ冷たくて。確かに俺も行ったことないわ、ね、従業員はマジで無理。なんか、だって今こうやっていじってるんすよ、僕のことを。もう部屋行ったらさ、もっとなんかいろんなことをしでかすでしょ。いや、お前をだから、その見えないとこでいじってもつまんねえから、別にいじんないの。それはそれでショックなの。どっちだお前、どっちだよ。わがままか、お前は。俺と喧嘩した。それはもうここで仲直りしよう。喧嘩したんですめっちゃいるし、うん、トモと喧嘩したって。うわ、もう CM か、早いな。早く CM の後、なんとトモが。お、やめろよ。どうぞ。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは、
歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ。試した人から面白い。ごめんね、またして。待ってないって。なんか言うのがね、今 CM 中にね、なんかゆかさん飲ましてくんのよくないっすよって、なんでっつって、俺飲んで言うのが喋った方がおもろいじゃんっつったら、いや僕には視聴者は面白さ求めてないですよとか言って、もう完全そうっすね。メーラじゃん。で、何求めてんのっつったら、え、王子様キャラっす。そうっすね、もうほんとなんかバンバンそういう感じでいこうかなと思ってるんですよ。せっちゃんもいないし、やりたい方でできるんで、もう僕の番組だと思ってるんで。なるほどな。はい、もうキス顔とかそういうのをやっちゃおうかなみたいな。あ、じゃあいいですか。見たいよね。絶対求めちゃうからね。もうなんか、はい、あんまもうお笑いとか。じゃあ、ゆののキス顔をね。しかも、ちゃんとね、笑いとかじゃないんだよ、これ。真剣にゆのがキス顔して、みんな惚れさせたいっていうのがあるんで。これで、もう視聴者、めっちゃ上がるんちゃうかな。あ、手振ってるじゃん。よし、俺の方が早かった。初めてじゃないよ、俺これ。どこすか、ワイプどこすか、ワイプは。ワイプじゃねえだろ、お前。いかねえ、じゃここで、じゃズームするだけだよ。あ、そうだ、これやっぱいい。ワイプとかお前専門用語使うんじゃねえよ。お前はな、ワイプよりエラ張ってるから、はみ出るもん。おー、いい。うーん、たずれたろ。あ、すごい、エラちょっと見える。すごいなぁ、入る。なんだやばいよ、お前、今の。なになに、いや、やばいっすね。なに、目の上、なんか、これでこんなにコメント出る？わぁすごいな、コメントの数が。やっぱそうだったわ。ハゼみたい。やっぱそうだったか。求めてたよ、新年動画流しただけでしょ、今。すごい、おえの声、ピアがすごいね。うん、ハゼに似てねえし。ハゼ知ってんの？すごいね。釣り人や。釣り人や。観覧注意。珍しい。コメントすごいな。いきなりすごいね。やっぱそういうことなんすよ。じゃあだから今のじゃあおじさまキャラとして成功したってこと？いや全然成功したっすよ、多分。あんま言いたくないですけど、うん、今日多分初回か何かで来た子みんな僕の唇奪いに来るっすよ。じゃあお前ともしね、今日初回ね来てくださったお客様について、はい、俺とお前ついたらキス顔をしてって、自慢のキス顔見てあげてって俺は振るよ、いいの？あ、全然いいよ。何食べるじゃん。全然いいよ。あ、じゃあ全然もう振るよ。うん、それで応援とか今日あれで、あれですよ、ニコ生見たっていう。はい、そうだね、うん、今日来てくれる可能性、かっこいいだけじゃね、トモのキス顔キボンヌだって、キボンヌって、あー確かにね、希望してますと、欲しい、やっとこやっとこ、いや怖いよね、やっとこやっとこ、あっさまっちゃった、怖いよね、やっとこやっとこ、ごめんね、拾っちゃった。せーの、3、2、1、うおぉー、うおぉー、うおーい、やれるよね、普通に。おーい、いやー、ちょっといいね。ちょっとなんかキュンってなっちゃった。ちょっといいっすね。リロ、ぶっちゃけやっぱね、男もいけるからね。あ、まあ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 、まあ、広く浅く。リロ、アップの自体で耐えらんないって。キス顔とかじゃなくて。いや、もう、アップが耐えらんない。この耐えらんないっていうのは、うん、アップがかっこよすぎて、あ、もうドキドキして、やばい、ユノくんめっちゃかっこいいっていうので、耐えらんないですからね。すごいポジティブだよね。うん、ほら、かわいいかわいい言ってたし、ありがとうね。それユノじゃないから。ありがとう、ありがとう。やばすぎるの、今、ほんとに。いや、やばすぎるも、あ、こんなイケメンなの、ユノくんっていうのの、やばいですから。接客スタイル変えようよ。どういうこと？もうでも本当に接客スタイルはもう変えようかなと思ってますよ。本当に。どんな風に？で今の接客スタイルは何？お前もうなんか飲まされて、うんうん、でなんかもう本当になんかベロベロになってなんかはっちゃけてパリピーとか言ってみんな求めてるじゃないですか、僕はおかしくなるのを、うん、
じゃなくて、僕はもう元々王子様なんで、うん、王子様営業しようかなって。なるほど。なるほどね。はい。例えば？え、例えばですか？王子様営業わかんないよこれ。王子様営業なんでもう簡単っすよ、ね。やって。もう一つしかないっすよ。初回とかでもいいっすよ、うんうんうん。初回での。うん、うん、もちろん。失礼します。うわ！マジかよ。マジかよ。言っていい？お姫様でしょ。ちょっとよくわかんないですね。やばいね。それじゃ送り取れないわ。もう俺今喋んない。なんか色と絡んだら事故る気がするから一人喋っていいの。まあ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 。でも本当に、でも思うのが、うん、うちはお笑いの店だなんだ言われてますけど。そうなの、はい、そうなの、言われてなくない？ お笑いとなんかショータイムの店だなんで言われてますけど、女の子がもうサパーみたいなのを求めてますけど、うん、言われてますけど、うん、でも女の子が求めてるのはやっぱ王子様だと思うんで、はい、まあね、王子様、まあまあなんだろうな、王子様わかんない、そうなんすかね、わかんないけど、俺は王子様キャラとか自分でもわかんないから。でもなんか、トモはできそうだよね。僕絶対無理っすね。いやなんか、なんつうの、ミオみたいにこう、バッてやるんじゃなくて、なんか自然とそういうところどころに王子様っぽいのが出てそうな気がする俺。なるほどね。で結構落ち着いて喋るんですよ、トモ君は。僕ワイワイ逆に苦手だからね。あー、確かにね。でも、おとなしそうに見えて、意外と結構喋るんだよね、実は。ただ落ち着いたトーンだからそんなイメージないけど、確かに数ね、その言葉数で言ったらめっちゃ多いんです実は。意外とおっとりしてるけど、そうめっちゃ喋るから、あ、すごいなって思う。トークよく今まで女の子と絡んできたことがホストになる前なかったから、逆にあれだったんですけどね。確かに陸上自衛隊だったのも、およく知ってるね。前の仕事陸上自衛隊だったり、男社会なんでしょうがない。そう、よく知ってるわ。色は何だったの？僕ですか？あ、ジャニーズですね。はい。前の仕事っすよ、ね。ジャニーズ。はい。見たことある。なんでさ、事故らそうですもん。何歳の時やってたの？逆に。28。あはは、じゃねえよ。笑う時俺の顔見て反応見んじゃねえよ、お前は。いや、やっぱ、はい、彼氏なんでちょっと反応見ちゃう。殺すよ、お前。どういったタイプなの？言うのは。え、タイプですか？タイプよ。え、せっちゃん。おぉ、いや、そこで言われてる、かわいそう。色がひょってよければこれせっちゃんだもんね。せっちゃんもあれだな、来週また来なくなるぞ、来週からお前。せっちゃんまた帰ってきちゃうよ、みんなもう本当に。すごいね。あっ、僕な、もう時間なんで。何が？ちょっと、今日はラストンで締めましょうか、ね。そうだね、ルカさんの歌声を聞こう、それは。俺だけは嫌だよ、なんか一人で歌ったら歌ってちょっとこのメンバーでちょっと歌っちゃう。そうだ、3人で歌おうか。まあ、このままだとなんかもう、なんかエロが歌いたいみたいですからね、いいですか、ちょっとエロが、エロも帰ろか、帰んねえしさ、エロが、じゃあ曲選んですぐもう、はい、何がいい、3秒で選んで。それじゃねえよ、あ、これじゃなかった。やばいな、お前iPad で曲入れようとしたの。やばいぞ、マジで、マジで間違えた。ジジイ。やっぱ買ってんすね。ん？買ってんすね。やってん、やだ。わかんない。やだ。わかんない。そんなにわかんない。わかるよ。三人がわかるやつすぐ。名曲。いいよなんか。名曲。いや早く言って。あ、あれがいい。何？白い雲のように。ダメだ。ダメだ。やっぱデカサイズ。何か早くして。やばい、お前が選ぶんだよ早く。自分で。え、何でもいいんすか。うん、うん、じゃああれだ。グリーンとかどう。あ、グリーン、ちょっと世代が違う。え、結局お前が選んでんじゃねえかそれよ。はい、いいよいいよ。あ、ちょっとつなぎといて。そう、つないどくよ。つなげよう、すれば。今歌うときは入り画像出したいっすね。出したいけど難しいからそのタイミングが。あ、ルカさんも、あ、僕も歌えますよ、歌う、歌います。バックスジャパン、はい、ボーカルだからね。そう、すごいジャンル。早くして。ユノさんね、結構優柔不断なのかな。すごいね。ユノの18番は何？僕もあれ、黒夢っすね。好きだね。あ、栄光の架け橋だって。あ、いい。どう、トモ
あ、いいいいいいですね。あ、これ、ありがとうございます。なんかね、書いていただいて、栄光の架け橋食えないガチで僕歌ったりするんですけどねあのカラオケで、ね、僕ロック好きなんで。あ、いいいい、ラッソンっぽい、ラッソンっぽい。歌だっけ、え、栄光の架け橋、あの研修でやるやつ。ジョイサウンド、え、誰かな。あ、ルカさんっす。ルカさん、はい、待って、どういうやつ。触れないはあれですね、大体ないですね。触れないのかけ足、ここにあるんだ。そう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 、お、できんな、手拍子。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。